何？ドラゴン！助けてー！助けてくれー！お前ら、捕まったのか？なら私が助けてやる！はい、こんにちは。バーチャンネル前原です。はい、今日はこちらで遊びましょう。ういホットウィールのドラゴンスマッシュです。これはこの前あのおもちゃ屋さんでちょっと見つけたんだけど、ちょっと面白いね。いつものホットウィールと違うよね。なんかドラゴンを倒すって。そうそうそう、ドラゴンを倒すやつですよね。じゃあ早速開けて遊んでいきたいんだけど、その前に黄金の5秒間やっちゃうか、今回はね。せーの、チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。登録してくれたかな、登録もしてくれてかな、はい、じゃあ早速開けて遊んでいきましょう。おお、来た。はい、じゃあこれだけパーツ入ってましたね、じゃあ組み立てていこうか。はい、ということで完成しました。こちらがドラゴンスマッシュですね、すごいね。でかい、すごい。ちょっと今までのホットウィールとは違うね。そうだね、全然違うね。なんかストーリー性があってとてもいいんだけど、ここにランチャーがありますね、でここからこうランチャーでこう車を発射してドラゴンのここに当てたりするんだね。胸にね。そうそう、胸に当てるとここにボタンがあるんで、ドラゴンが暴れたりするみたい。でこの辺りとかにも、あのホットウィールを入れておいて、その車たちを救出する。ああ。そうそう。で羽の中にもいられるのね、こことか、こっち側とかね。でもこれはもう救出できるらしい。そう。はい。ちなみにドラゴンはこんな顔ですね。すごいね、怖いね。あの黄色のさ、目玉の中にさ、黒の点があるでしょ、これちょっとしか目がないからそれ怖い。そうだね、でこの辺の手はね若干動くようになってるみたいだよ、ドラゴンスマッシュにはこの車がついてきましたね。なんかこの車もドラゴンみたいな感じ。そうだね。そうで、これが2でさ、タイもちゃんと大きくてさ。そうだね、窓が目みたい、かっこいい。はい、じゃあエシン君、車1台でまずやってみてくれる、どんな動きするか。せーの。当たんない、当たんない、失敗だ。ホットウィールってのはどの窃盗でもそうだけど、なかなかねうまくいかないから、いかにして成功させるかがこのホットウィールの醍醐味だよ。全然いかないね。おお。そしたら今度はこのランチャーをこっちに取り付けるのかな。うん、じゃん。おお、倒した。こんな運なんだね、くるりと回ってビルごと倒れるのね。ビルがなんか面白い、でもう一回遊ぶときはこれ一回ビル起こすでしょ、でドラゴンを一回転くるりとしてカチッで下まで押し込む、これで元通りだね、俺はドラゴンか、今日も活かしてるぜ。何？ドラゴン！助けてー、助けてくれー、おいドラゴンか、俺たちを助けてくれー。お前ら捕まったのか、なら私が助けてやる。助かったぜ、ありがとう。さあ、あとの2台を助けよう。よし、俺が先に行く。あー、ダメだ、次俺だ。ああ、ダメ、届かねえ。最後俺が行く。ありがとう、助かったよ。どういたしまして。俺も助かった、ありがとう、ドラゴンか。よかった、二人とも無事で。はい、ということで今回はホットウィールのドラゴンスマッシュでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ、いいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください、今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、チャンネル登録はまだの方からよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。